で切り方なんですけど、こっちのいらない方を、お疲れ様です。今回はね、フレキ編ってことで、ちょっと視聴者の方でね、ご存知の方もいると思うんですけど、カメラなどで活躍してくれてた新也くんがちょっとうちの会社にね入社してくれまして、教えるの一緒に、まあ、動画も撮れたらいいなってことで、僕たちは次からプラントの現場に行くので、フレキなどを使うことになるので、新也は初めてやもんね、そういうの触るのね、はい、初めてやと思うんで、フレキ使ってる人からしたらそんなん分かってるわっていう内容にもなると思うんですけど、ちょっと僕なりに、まあ、裏技じゃないですけども、あ、これ知ってたらあーってなる人もたまにいてるんで、そういうテクニックとか、逆にこうした方がいいよっていうテクニックがあれば僕も教えてほしいんで、いろいろ教えてください。で、フレキとは何ぞやっていうことで、どういう時に使うかってことなんですけど、今ここにボックス用意したんですけど、まあこうあって、難しいな、ここまで配管が来ていて、すいません、仮なんで雑にいきますけど、ビニテで巻いたんですけど、こういう風にここにね、ボッコンっていうのをつけて、こういう感じでやると、まあちょっと配管じゃ難しいところであったりとか、こう人が通るところで鉄管でバチバチにやった方がね綺麗だとは思うんですけども、ちょっとこうあえて長めにして動かせるようにしてくれとか、結構プラントでは多いですってことで、まあ、フレキ、まあ、プラントチューブとかいろんな言い方があるんですけども、やっていこうと思うんですけど、まず材料をちょっと覚えてほしいです。ちょっといいですか、ちょっと僕が今出してきたやつ以外にもいろいろあるんですけども、これがいわゆるボックスコネクタ、ボッコンと言います。で、これもいろいろありまして、新薬何が違うか分かりますか。これサイズですかね。そうですね、何のサイズかな、何のサイズ分からないね、はい、まあそれはもちろん分からないと思います。このフレキに関しましては、サイズは16、22、28と圧光電線管のサイズと同じなんです。でもこれ見てもらったら、なんで16と19があるのってなりますよね。こっちが16、19なんですけど、それは何かと言いますと、これボックスに使う場合だったら穴を開けて中からこうロックナットを締めて使うんですけど、電磁弁とかそういう機械にこのロックナットを取ってグリグリグリって入れていくことがあるんですけど、それがね、あの16のネジ穴なのか19のネジ穴なのかっていう時があります。だいたい16なんですけども、稀に19も出てくるんで、そこを間違えないように注文とかする人は気をつけた方がいいかなと思います。っていう違いがあるのと、これはパイコンと言いまして、さっき僕がここで配管をビニールテープでつけてたんですけど、本来ならばこういうのをつけて配管にパイプコネクターですね、パイプからフレキに変換して、ここに、こっちはボッコンですね、こういう感じで最終取り付くようになります。 OK、 これは芯は何が違うか分かりますか。あ、これもサイズ。何のサイズですか。あのネジの、これはパイプ用やから。あ、パイプのサイズか、はい、まあまあ、もしかしたら知らない人もいるかもしれないんで、厚光電線管というのと薄光電線管というのがありまして、若干ね外形が変わります。なのでこの16って書いてるのは厚光電線管、まあ、C 管とかもそうかな、16サイズの方、こっちは19サイズの方で使うようにしてください。これをね取り間違えちゃうと大変なんで。先ほども言ったようにフレキがサイズが16なんで、16のパイコン入れてくれと材料屋さんに頼む人が多いです。そしたらこの16のパイコンが来るんで、薄光電線管を使っている現場であれば無理です。なので19の16とか、まあ、もしカタログ出せたら出しますけど、そこで、まあ、材料屋さんも正直ちょっと言ったら悪いんですけど、そこまで細かく理解されてない方がいてるんで、何も考えずにこれを入れちゃったりとか、まあ、ちょっと気が利くご存知の材料屋さんだったら、例えば材料発注するときって電線管、ラック、このパイコン、フレキって頼むと思うんですけど、
例えば僕が16のパイコン入れてくれと、でも薄子おでん戦艦19を30本ぐらい頼んで、これを頼んでたら気が利く材料屋さんだったら、吉田さん薄子おでん戦艦頼んでるのにパイコンは16でいいんですかみたいな、あ危ないとこやったっていうふうに気づかしてくれるんですけども、まあまあそこまでね、あのはいわかりましたっていうそのまま受け取る人もいるんで、そうなったらこっちのパイコンが入ってくるんで現場でね大変なことになりますん で、まあそういうこともあります。あとこれ90度ですね。どうしてもこうきつい時とかはこれを使ったりします。で本題のフレキの切り方ですね。まあ、フレキはなぜ切る必要があるのっていうことなんですけども、まあ、これ半端なんですけども 20m やったかな 50m やったかな、巻きで、これ16なんですけど巻きできます。例えばこう多分長めにねみんなちょっと切っとくと思うんですよ。で最終的にこれぐらいで R を決めてここかなっていうことで切っていくんですけど、この切り方いろいろあります。こうやってハサミで切る人、ちょっとこのハサミ切れ味悪いんですけど、別にハサミで切ってくれてもいいんです。いいんですけど、フレキとはこうなってまして、これをこう入れてゴムがあってこう入れていくんですけど入らないですよね。もう一つの切り方、ここで切りたいとします。で僕はカッターナイフでこう一周外装を剥いじゃいます。でこのここでパコンといってニッパーでここをこうやって飛ばすんですね。この切り方がオーソドックスだと思うんですけど、これのデメリットが、まあ、こうやってこれ順番間違えないようにねゴムを入れてこうやっていくんですけど、これがねすごい入りにくい時があるんですよ。まあこれ綺麗に入ったんですけど、僕のニッパー切れ味良かったんで、ここのね切った時にこのバリとかがこうなんていうかな曲がってたりして、これがちょうど、ちなみにこれフェラルっていうんですけどね、フェラルにこう当たったりして入れへん入れへん入れへんってずっとやってるやつがいます。それを防ぐ切り方です。同じようにここまで一緒です。この切るときですね、今こういう状態ですね、ここでさっきパチンと切ったんですけど半切りぐらい切れ目を入れてちょび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 っとこう切ってあげたらね、切れ目がねすごい綺麗に切れるんで、これをまあ軽くニッパーで場所を調整してあげて入れればスルスルスルと入ります。さっきのねパチッと切ってフェラルがちゃんと入ったなと思った時でも、ここでね入らないことがあるんですよね。ちょっと実際に体験してみないとわからないと思うんですけど、その時ってフェラルが入れきれてないとかっていうことが多いんで、そこも注意してください。でもう一つちょっと気づいた方もいると思うんですけど、あとこんぐらい、あとこんぐらい切って調整したいって時に、さっきのやり方だったらパコって割る余裕がないですよね。その時は、まあ、心ぐらいまで切りたかったら、まずいつも通りこうやって筋を入れて、でこの外装皮膚を剥いちゃいます。でこれをバババーってやったら中からぐるぐるって出てくるんで、丁寧にこうこの周りと一緒に回るように、でさっきの僕の切り方でこうやってやったら長さ調節もできます。切る時なんですけど、僕はもう何十本もあるときはバンドソーで切っていきます。そしたら結構スルスルスルと入るんで、スピード勝負、数が多いときはバンドソーでいけばいいんじゃないかなと思います。そこはまあ用途に合わせてやってください。これでフレキはいったかな。で次ですね、フレキなんですけど、これはもうバンドソーで切るしかないんじゃないかと思いますよね、深夜分。はい、はい、まあもちろん確かにこれはこうパカッとね、ちょっとやってみますか、もしかしたらいけるかも。厳しいですね。ってことでどうやって切るかってことなんですけど、まあ、素直に行くならバンドソーでいいです。バンドソーでいいんですけど、まあ、現場にバンドソーがないとか、もう高いところに登っててもうここで終わらしたいっていう時ありますよね。そういう時ね、こんだけ切りたいと。フレキの切る時とかの印の付け方なんですけど、まあ、白テープを巻くとか、白とかのマジックを持ってたらここにピュンって入れたらいいんですけど、僕はこうやってニッパーでこうやって剥ぎます。軽くここがいらん方、ここで切るっていう風に僕は印をつけてます。で切り方なんですけど、こっちのいらない方をまあこういう感じでね剥ぎます。
でこの辺で切りたかったってことなんで、ちょっと余裕を持ってこっちですね、ここなんていうんですかね、こっちが継ぎ目ですよね、ぐるぐるぐるっと。こっちは説明が難しいですね。でこっちの方にマイナスドライバーを突っ込みます。そしてペンチでちょっと全体を映しておいて、こうやって叩きます。そしたらこう割れ目ができるんで、あとはここも切ってあげて、はじめにあれですね、ぐるり一周切っといてもいいかもですね。こんなこういう状態になるので、もうここまで来ればいつも通り、ちょっと硬いですけどね、まあ、僕のニップはちっちゃいんで余計にしんどいんですけど、こうやって筋を入れながら金属疲労で、クラインのねでっかいニッパーとかだったらね一発で切れると思います。はい、こういう風にやってもらえば、あの大きいフレキでもバンドソーがなくても切れるので、知ってる方はたくさんいると思うんですけど、まあ、これからフレキを触るよって方、もしねよかったら参考にしてください。ってことでね、フレキに関してもっとたくさんいろんな水抜きっていうのがあったり、いろいろあるんですけども、まあ、入門編ってことで、ちょっとねフレキとかねニッチなんであまり需要がないかなと思ったんですけど、深夜みたいにこれから初めてフレキを触る人もいてるし、数少ないと思うんですけど、これからねそういうニッチなとこも攻めていきたいと思うんで、ちょっと僕にできることにも限りがありますんで、こんなん知りたいとかあれば、僕のできることであればレクチャーというかねしていきますんで、ぜひぜひコメントなどください。ってことでこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。とりあえず面白くしたいです。元気やろう。